4月25日月曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。前線や低気圧は東に離れていきます。広く晴れて穏やかな天気となりそうです。ただ関東から西の地域では朝のうち霧が発生する可能性があります。車の運転などをされる際には視界不良にご注意ください。では天気の流れを確認していきましょう。朝から晴れているところも多くなりそうですね。ただ九州の南部や四国の太平洋側の地域では雲が広がり、一部でにわか雨の可能性があります。沖縄でもグレーの雲が近づくと急な雨が心配な空となりそうです。ご注意ください。西日本や東日本は昼間は日差しがしっかりと届いていきます。最高気温も25度以上の夏日となるところが多くなりそうです。暑さ対策はしっかりと行うようにしてください。そして北日本でも気温は上がりやすく、春の陽気となるところが多くなりそうです。ただ朝晩との体感差が大きくなりますので、体調を崩されないようにご注意ください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。